せーの。さっぱりしていてね。前回はシカゴのブラスロック編という、なかなかにチャレンジ精神に溢れた動画をやったにょんけど、視聴数がパッとしなかったにょんね。このまま人気のない洋楽をやり続けていいにょんかね。まあ、ウプ主がやりたくてやってんだからいいんじゃない？そもそもそういうのを求めるチャンネルでもないし。にしてもチャンネルを続けていくには、それなりのモチベーションが必要だにょん。あんまり視聴数が少ないと、そのモチベーションが維持できなくなってくるにょん。なるほどなるほど。最近コメントが少ないってのもあるから、洋楽をテーマにした動画を、続けるべきかやめるべきか、コメントいただけると嬉しいにょん。なんかヨウム今回は熱いねえ。チャンネルがマンネリ化してるからテコ入れだにょん。そんなヨウムには悪いけど今回も洋楽なんだよね。別に洋楽が悪いわけじゃないから大丈夫だにょん。ではテーマに行く前に、いつもの告知をしますね。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもポチッとお願いいたします。コメントもお願いしますだにょん。動画で出なかったおすすめの曲とかあったら、教えてもらえると嬉しいにょん。じゃあテーマに行きますね。今回のテーマはこちら。です。ブルーアイドソウルだにょんね。そうだね、初期70年代はそんな感じだよね。80年代からはロック的な要素もあったけどね。ちなみにホール&オーツと呼ばれることが多いけど、長身でイケメンのメインボーカルのダリル・ホールと、ヒゲがあるとプリンス2のギター、コーラスのジョン・オーツ。二人でダリル・ホール&ジョン・オーツが正式名称だね。活動が72年からだからもう50年以上のキャリアの大ベテランだけど、今も二人での活動は少ないけど、個人での活動は精力的に行ってるみたいだね。ヨウムは80年代前半の曲が親しみがあるにょん。私も同じだね。どうしてもその辺の曲ばかりになってしまうけど、勘弁してね。じゃあ曲の紹介に行きますねー。よろしくだにょん。まず1曲目はアルバムボイセズから。エブリタイムユーゴーアウェイです。シングルになってない曲にょんか？うん、この曲はアルバム曲なんだけど。85年にイギリスの歌手ポール・ヤングがカバーして大ヒットしたわ。うん、聞いたことあるにょん。アルバムだと地味めというか渋い感じの曲なんだけど。このポール・ヤングバージョンはアレンジが素晴らしく、エレキシタールなのかな？いろんな音色が加えられて、非常にメジャー感のある曲に仕上がっているわ。確かにイントロのシタールは印象深いにょん。うん、非常にアレンジの妙を感じられるので、それぞれのバージョンを聴き比べてみると面白いと思います。では2曲目に行きますね。2曲目はアルバムプライベートアイズから。タイトル曲プライベートアイズです。この曲は有名だにょんね。そうだね、代表曲の一つと言えるんじゃないかな。2週連続ビルボード全米ナンバーワンにもなってるし。まあたくさんの人に愛された名曲だよね。歌メロ全部口ずさめるにょん。うん、私もだよ。とても聴きやすい曲なので、聴いたことない方はぜひ聴いてみてほしいですね。では最後の曲に行きますね。3曲目は再びアルバムボイセズから、キスオンマイリストです。これまた名曲だにょんね。うん、私はホール&オーツといえばこの曲かな。ピアノが印象的な曲だにょん。そうだね。この曲ってラブソングと勘違いされることが多いけど、実は少し違うんだよね。ヨウムもコテコテのラブソングと思ってたにょん。ダリルはこの曲の詩の内容について、君のキスは最高に素敵なものの一つとしてリストに載っているけど唯一無二ではない、という歌だと言ってるわね。
なんか騙された気分だにょん。全然騙してないんだけどね。まあ素晴らしい曲なのは間違いないので、聞いたことない方はぜひ聞いてみてほしいですね。じゃあ3曲紹介が終わったんで、紹介から漏れたけど好きな曲をあげておきますね。ヨウムもやるにょん。まずサラスマイル、マンイーター、アウトオブタッチ、リッチガール、ヨウムもどうぞ。うん、まずセイットイズントソメソッドオブモダンラブ、シェズゴーン、アイキャントゴーフォーザット、アダルトエデュケーション、こんなとこにしといてやるにょん。なんで怒ってるかわからないけど、ありがとう。というわけで今回は以上となります。それでは。